例えば地下室がないんだったらめちゃくちゃ強いんでね。でもしここ回るんだったらそっちじゃない、そっち、うん、小屋は絶対窓枠がある方向で回ってもらいたい。絶対ではないけどね、僕は別にそっちで回らない時もあるし。で、そこのね、一直線見た時に、ここの一直線、ちゃんとキラーがこう赤い視線出してついてきてるかどうか、ここで、うん。もしその時点でここに赤い視線見えないんだったら、多分中に戻ってて。そこでね、視線が見えるまではちゃんとそこで確認した方がいい。で、追いかけてきてるなって分かったら、とりあえず殴っとく。うん。で、これチェイスしてて、さすがにこの距離だと次殴られるってなったら窓枠、うん、窓枠に直線上に一定時間走ってないと早くは乗り越えられない。だから外から中へは絶対遅い。なんでそこでチェイスしてる時にもうこの距離追いつかれるなってなったらそうなん。あと大事な板壊れました。はい。まあ本来であればあれでしばらくぐるぐるできる。終わった後、まあ一旦別の場所に離れてもいいんだけど、もうあんまり味方の方にも近づきたくないなっていうんで、あそこをそのままぐるぐるするんであれば、もう次殴られるなってなったら一旦使って。